胸製薬株式会社は兵庫県淡路市に本社を置く製薬会社。医療用から一般用まで多くの種類の干長を製造。胸製薬株式会社は約110年の歴史を持つ。1910年に薬首商として現地の淡路市尾崎で開業し、1947年7月に法人化。主に干長と実質薬の製造販売を行っている。 会社。戦後より、現在の音楽の役の原型の針役、万金講や、配置役を主力商品としていたが、競争の激化や薬事法改正などにより現在の主力商品である艦長役にシフト。挿入部の長い寿艦長 L、L や、日本初となる蛇腹型艦長、人押しなどを開発製造。平成26年兵庫仕事と生活センター。 www.hyogo-wlb.jp2019 年12月3日閲覧平成26年度近畿地方発明表彰受賞者一覧 koueki.jiii.or.jp2019 年12月3日閲覧一軸型じゃない官庁にグッドデザイン賞使い残しも減る経済ニュース 読売新聞オンライン2019年12月3日閲覧ありがとうございます。